コクとキレの醤油ヌードル、製造は東日本明星、揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は幅 2.5 ミリの扁平断面で、輪郭は明確で表面は少しざわついています。あまりコシはなく、存在を主張したがらないヌードルの麺です。100円勤勉の縦型カップとしては標準的なもので、量は多めでいつまでも麺が出てくる感じです。スープは濁りのある茶色ですっきりとした印象です。鶏が主体でポークが隙間を埋める感じで、マイルドですが中抜け感がありません。特徴的な香りや辛い刺激はありませんが、物足りなさはなく安心して食べられますし、人に勧めやすいです。具はエビや肉が大きく、量もあり、香りも良くて不足感はありません。豊富な具が選ぶ理由になります。100円近辺のプライベートブランド品としては隙のない出来で、頭一つ抜きに出てる製品だと感じました。みんな大好きトントン。